こんにちは、ひねるです。今回はリクエスト企画第2弾、 Amazon で買える中国製激安アイマッサージャーの紹介です。メッセージの内容はこちら。日中はオフィスワーク、帰宅後週末はゲーム三昧という生活で目が痛むことが増えました。 Amazon の安いアイマッサージャーってどうなんでしょう。あれ、このメッセージ自分で送ったっけ、というくらい僕にとってクリティカルな内容でした。リクエストありがとうございます。というわけで購入したのがこちら、リキアイマッサージャー。お値段は税込み4980円です。同様の製品について相場を調べてみると、パナソニックをはじめとした国産メーカーで1万円前後、国産以外ではだいたい6000円前後といった感じでした。こちらの製品を選んだ理由は、価格とレビュー数のバランスがちょうど良かったというのと、ググった時にこの製品をおすすめしているブロガーさんが多かったからという感じです。正直どの製品も機能と見た目にほとんど差がなかったので、今回はあまり深く考えずに選びました。まずは同梱物から見ていきましょう。本体、マイクロ USB タイプ B と USB タイプ A ケーブル、収納ポーチ、マニュアル。続いて使い方を紹介します。本体を USB ケーブルにつないで充電します。フル充電まで約3時間。充電が完了したら電源ボタンを長押しして起動します。電源ボタンを2度押ししてマッサージモードを選びます。選択中のモードは点灯しているランプの種類から判断できます。温熱モード、エアーモード、温熱プラスエアーモード、最後に電源ボタンを押してモードの強弱を選びます。続いて使用感を紹介します。こちらの製品、端的に結論を述べるとです。僕にとって今年一番最低な買い物でした。な点は2つ。1つ目は圧力が低い点。この製品は本体内側のエアーバッグに空気を出し入れすることで目の周りに圧力をかけるというものなんですが、この圧力が弱すぎるんですよね。箸にも棒にもかからないといった感じで少しも気持ちよくないです。あとは圧力をかけるポイントも本当にそこで合ってんのかっていう微妙なところを押してくるので、マッサージ中はとにかく不快感を感じます。2つ目は音がうるさい点。空気を入れる時の音もうるさければ、空気を抜く際のプスッっていう音も妙に不愉快なんですよね。メーカー側もこの音のうるささを理解しているのか、 Bluetooth 接続で音楽を流せる作りになっているんですけれども、使っているパーツが安いせいなのか何なのか分かんないんですけども、接続が非常に不安定で途切れ途切れでしか音を受信できません。そもそも耳から入る音がうるさいというより、空気を注入する際の本体の振動が骨を伝って耳の奥に響くので、いくら音楽を流したところでこのうるささはどうにも防ぎようがありません。つまりこの2つの点をまとめると、気持ちよくないどころか使用中に不快感さえ覚えるので、マッサージ機としては失格かなという感じです。無理に良い点を探すとすれば、マッサージ中5分に1回くらいの頻度で無駄にハイペースで空気を出し入れしてくる祭りみたいな時間があるんですけれども、この時の機械の動きが無性に滑稽で、なんだか気が抜けて笑っちゃうんですよね。例えるなら、プールでめちゃくちゃ足をバタバタさせているんだけど全然前に進んでいかない人を見ている感覚と言いますか、こんなに全力で稼働しているのに一つも気持ちいいとこをついてこない感じが妙に笑けてきて、なんか脱力しちゃうんですよね。あとはエアーなしの温熱モードはまだ救いがあります。目の上に蒸しタオルを乗せたことがある人ならわかると思いますが、目を温めると血行が促進されたり筋肉がほぐれるといった効果があるので、疲れ目の症状が和らぐんですよね。ですから温熱モードのじわーっとした熱は目の疲れを解消するのに一定の効果があると思います。ただし5000円という値段を考えると、やっぱりこの製品はなしですね。蒸しタオル代わりのアイテムとしては800
800円で買える小豆の力が最強です。電子レンジでチンしたものを目の上に乗せて使うんですけれども、小豆って水分をたっぷり含んでいるので、蒸しタオルのように蒸気でじゅわーっと目の周りを温めてくれるんですよね。蒸しタオルって2分くらいですぐ冷たくなっちゃうし、使い終わった後の片付けも億劫だったりしますが、小豆の力は10分くらい温かさが続いて後片付けも必要ないのでめっちゃいいです。弱点としては小豆は使うたびに水分を保てなくなるので、繰り返しの回数には限度があるっていうところですね。それでも250回は使えますし、何より800円という価格を考えるとコスパは高いと思います。最後に今回紹介したリキーアイマッサージャーの使用感をまとめます。まずは良い点から。フィーバータイムが笑える。続いてな点、圧力が低い、音がうるさい。結論を言うと、疲れ目対策に5000円のアイマッサージャーを買うくらいなら、一度800円の小豆の力を試してみてください。今回は以上です。このチャンネルではゲームやガジェットの動画を投稿しています。これからも動画見てあげるよっていう方は高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それじゃあバイバーイ。